健太くんはユーチューバー皆みなさんはじめまして。けんたです。小学六年生です。ユーチューブを始めました。今日は記念すべき第1回目。僕の放課後ルーティーンを紹介します。では、スタート。ただいま。まず手を洗って、おやつの時間。 僕の大好きなたい焼きです。いただきまーす。しっとりあんことパリパリ皮のハーモニーが最高。おやつの後は宿題をします。今日の宿題は僕の好きな算数です。あ、京子ちゃんから LINE。宿題難しい。助けてー。 宿題終わりました。もちろん、京子ちゃんの宿題も手伝いました。明日の準備を忘れずに、6時半、晩ごはんの時間です。僕は好き嫌いなく何でも食べます。今日の晩ご飯はんは、とんかつ。いただきます。衣はサクサク、お肉は柔らかくてジューシー。 ご飯おかわり。三杯目は。もっと食べたいけど腹八分目。ごちそうさま。食事の後は皿洗いをします。晩ご飯の後は僕のお気に入りの時間。ゲームと YouTube の時間です。平日は一日一時間。週末は一日二時間。 お母さんとの約束です。今日のゲームはあつ森です。マイホームを買いました。ローンを返すため毎日働いています。明日は YouTube を見ます。僕の好きな YouTuber はヒカキンです。ケントン、時間ですよ。時間が経つのは早いです。 お風呂の時間ですお父さんちょっと待ってお風呂に大抵一人で入るけど今日はお父さんと一緒湯船に使っていろんなことを話します風呂上がりに冷たい麦茶を飲みます歯を磨いて ドライヤーで髪を乾かして、あ、寝る前に LINE。僕のガールフレンドの京子ちゃんが、僕のメッセージを楽しみにしています。京子ちゃん、おやすみ。あ、ケンタくん、おやすみ。京子ちゃんは僕が大好きです。 じゃあ皆さんおやすみなさい。明日も良い一日になりますように。皆さんチャンネル登録お願いします。なにこれ健太くん。いつ私が健太くんのガールフレンドになったのよ。いつも宿題を手伝うのは私でしょう。まあまあ怒らない。 もし僕のチャンネルがうまくいったら、京子ちゃんが欲しいもの何でもプレゼントするから。じゃあ、グランドピアノ、よろしくね。ところでケンタくん、登録者増えた今、何人 ?6 人。たったそれだけ焦らない、焦らない。まだ始めたばかり。京子ちゃん、僕、覚えてるよ。 毎日コツコツ努力する。千里の道も一歩から。